皆さんこんにちは、ショータイムです。今回はですね、視聴者の方からちょっと ご依頼というかご希望、まあこれやってほしいよということで、まあ自分もねちょっと気になった、ことでもあったんで、まあこちら取り上げさせてもらいました。サムネだったり題名でもわかる通り、未来の日本代表は生まれるのかということで、高卒のプロ内定選手をね全選手まとめさせていただきましたので、そちらについてね全選手紹介していきたいと思います。まあ、高卒のプロということで、高校生を卒業したプロの内定選手ということで、ユース上がりの選手はね、ちょっと今回は、除外というか、省かせていただいて、高校からプロに行くというところで、30名以上、まあ、いますんで、そちらの方ね、紹介していきたいと思います。昨日ですね、ようやく選手権の方が終わって、まあ、コロナの影響などもあってね、親族の方も、まあ、無観客試合ということでね、ちょっと厳しい大会というか、異例の大会になりましたけど、まあ無事昨日終わって山梨学院高校がね優勝しましたんで、本当におめでとうございました。まあ来季はね、100回大会ということで記念の大会になると思いますので、まあそちらについてもね、今後というか今年ね期待していきたいと思いますということで、まあこちらね今回のプロ内定選手の方を紹介していきたいと思います。はい、ということでですね、ここから、まあ、全選手一応ね、紹介していくんですけど、全選手をね、まあ、自分はそんなに知ってるわけでもないですし、まあ、今回調べて、まあ、プレーの動画だったりを見てね、まあ、大まかなことしかわからないんで、詳しいというところはね、話さないですけど、まあ、その選手の行き先だったり、まあ、軽い特徴というところをね、紹介させて、一人ずつね、紹介していきたいと思いますんで、まあ、そちらの方をやっていきたいと思います。一人目ですね、大分高校から堤選手がですね、福島ユナイテッドに加入することが内定しています。まあ、この選手は抜け出しからの決定力の高さというところがとても特徴でもありまして、まあ、J3 の福島ユナイテッド、J2 に上がるためにフォワードとして活躍してほしいなと思います。はい、ということで続いてですね、修学館高校から、2選手ですね、レオナルド・ケンタ・ホサカ・カルロス選手、まあ、ディフェンダーの選手です。こちらロアッソ熊本に加入の内定が決まっています。184センチというね、身長の高さから繰り出す空中戦というところが、強みだと思います。もう一選手が、ターレス・プロコピオ・カストロ・デ・パウラ選手ですね。こちらもロアッソ熊本加入内定ということでね、修学館高校から、ね、二選手がロアッソ熊本に、加入することが決まっています。こちらの選手は、ミッドフィルダーの選手で高校生離れの身体能力の高さっていうのが、特徴の一つだと思いました。続いてですね、大津高校から宮原選手です。こちらもロアッソ熊本内定の選手になっています。個人技でのドリブルっていうのがこの三原選手のとても特徴だと思います。フォワードということもあってね、得点を取れる選手だと思いますんで、頑張ってほしいのかなと思います。続いてが国見高校から中島選手ですね。コンサドーレ札幌加入内定が決まっています。この選手はフォワードの選手で、まあ坊主が特徴の選手なんですけど、188センチの身長に加えてスピードを持ち味ということでね、とても期待できるセンターフォワードの選手なのかなと思いました。続いては飯塚高校から川前選手ですね。こちらアスルクラロ沼津加入が内定決まっています。昨年松本山賀に入団した村越選手に続いての、まあ、この飯塚高校から2人目の、プロ内定選手が出たということでね、とてもおめでたいことだと思いますし、ぜひねプロでの活躍というところも期待していきたいなと思います。続いてが履正社高校から平岡選手です。湘南ベルマーレンに加入が内定が決まっています。対人での球際の強さというところはとても武器だと思いますし、まあ、このミッドフィルダーということもあって、攻守において、ね、とてもハードワークする湘南ベルマーレというチームでもありますので、ぜひ、ね、活躍を期待したいなと思いました。はい、ということ で, ですね、続いては郡ヌベール学院高校から、プロが配置されまして、中田選手、ミッドフィルダーの中田選手です。こちらザスパ草津群馬の加入が内定が決まっています。まあ、この郡ヌベール学院というのは、もともと女子校の高校で2017年ですかね、共学になったということもあって、そこから、サッカー部が活動し始めて、高校初の J リーガーということで、とてもね、共学になってから、間もないクラブですけど、プロが出てたっていうのはとても素晴らしいことだと思いますし、この活躍っていうところに期待してね、まあ、これから郡ヌベール学院高校というところもね期待していきたいと思います。続いては神戸弘陵高校から松井選手、 FC 今治に加入が内定が決まっています。こちらミッドフィルダーの選手で、左足での長短のパスっていうところが持ち味になっています。続いて、京都立花高校からフォワードの西野選手です。こちら徳島ボルティス加入が内定が決まっています。世代別代表も経験も持つね、ストライカーということもありますし、まあ7年ぶりの、J1 徳島戦いということになると思いますんで、フォワードというところでね、活躍に期待したいなと思います。続いても徳島ボルティス加入内定の選手で、日大藤沢高校からフォワードの鈴木選手ですね。鈴木凛太郎イブラヒーム選手です。ハーフの選手だと思いますけど、192センチ、
85キロというね、とても大柄なストライカーになっています。まあ、高校生で言うとね、ちょっと体型というところでね、まあ、身長は高いものの、がたいというところで足りないところはありますけど、この鈴木イブラハム選手は、192センチ、85キロということで、とても筋力というところもね、問題ないのかなと思いますんで、活躍に期待したいなと思います。続いても、徳島ヴォルティンスの加入内定選手で、修徳高校から大森選手です。こちらミッドフィルダーの選手で、186センチというね、身長の高い大型ボランチということもありますので、活躍に期待したいと思います。続いてが静岡学園高校から、田辺選手、ディフェンダーの田辺選手です。こちら王者川崎のたりに加入が内定が決まっています。静岡学園高校ということでね、足元の技術というところもありますし、快速サイドバックというところでね、快速に加えて足元の技術も合わせ持つサイドバックになっています。藤枝東高校からゴールキーパーの西川選手です。こちら大分トリニータ加入が内定が決まっています。まあ大分トリニータところで言うとね、負傷から繋いでいくっていうイメージがありますので、このね、西川選手もキックというところが最大の持ち味になっていますので、ぜひね、スタメンダッシュに向けて頑張ってほしいのかなと思いました。続いてですね、藤枝東高校から稲葉選手、ディエンダーの稲葉選手です。こちらは津営源金沢に加入が内定が決まっています。187センチというね、身長に加えて左利きというね、まあ高身長左利きというセンターバックは、まあ希少な選手だと思いますんで、頑張ってほしいのかなと思いました。続いてが東光学園高校からセンターバックの奈良坂選手です。町田ゼレビア加入が内定が決まっています。まあ、町田ゼレビアのセンターバックでいうと、まあ、深津選手だったり、完全移籍、広島からの完全移籍が決まった水本選手に加えてね、ジュビロ磐田から高橋翔平選手というところも加入しましたし、まあ、このセンターバック、特にね、J リーグの中でも屈指のスタメン争いというところになってくると思いますけど、185センチというね、空中戦、対人に強みを持つ、この奈良坂選手になっています。ぜひね、スタメンダッシュに向けて頑張ってほしいなと思います。続いて、東海大高輪高校から、フォワードの横山選手ですね。松本山賀 FC に加入が内定が決まっています。まあ、この選手、前田大然選手の2世と言われるほどね、快速のフォワードになっています。まあ、足が速いというのはとても特徴だと思いますし、得点をね、量産して頑張ってほしいのかなと思います。続いて、修徳高校から、フォワードのブアニカ・ケイタ選手です。ジェフユナイテッド・千葉加入が内定が決まっています。186センチという身長に加えて身体能力は武器になっていますので、フォワードの、まあ、このブアニカ選手、ぜひね、頑張ってほしいのかなと思いました。続いてが琉球大柏高校からゴールキーパーの松原選手です。こちらもジェフユナイテッド千葉への加入が内定が決まっています。世代別代表経験もあるということで、とてもね、経験値のある、高校生ならではの、経験値のある選手になっていますので、ぜひね、頑張ってほしいのかなと思いました。続いてが、一律船橋高校からディエンダーの石田選手です。こちらガイナーレ鳥取の加入が内定が決まっています。キックが最大の持ち味ということがあってね、後方からのチャンス、演出というところにね、期待して頑張ってほしいのかなと思います。続いて前橋育英高校からミッドフィルダーの桜井選手です。こちらね、サムネにも載っていたんですけど、ヴィッセル神戸加入が内定が決まっています。まあ、J リーグでもね、屈指の選手層というところも、兼ね備えているヴィッセル神戸でスタメンを取れるように頑張ってほしいと思いますし、まあ、この桜井選手自身、世代別代表経験というところを持ちね、とても経験豊富な選手ですし、パスが持ち味ということでね、ヴィッセル神戸にぴったりの選手だと思いますので、頑張ってほしいのかなと思いました。続いては、尚志高校からですね、フォワードの阿部選手です。モンテリオ山形加入が内定が決まっています。まあ、この阿部選手の特徴として力強いドリブルというところがね、最大の持ち味になっていますので、ぜひね、力強いドリブルから得点を決めるというところに、期待したいのかなと思います。続いて、翔平高校。まあ、とてもね、プロ輩出4人ということで、とても多い高校になっています。まずは、ミッドフィルダーの須藤選手からです。こちら、鹿島アントラーズ加入が内定が決まっています。1年生から翔平高校の、10番を背負うストライカーとしてね、ここまで活躍してきましたし、まあ、今年の選手権でも点を取った選手なんで、鹿島アントラーズでの活躍に期待したいなと思います。続いて2人目、翔平高校の2人目が小川選手ですね。こちらも鹿島アントラーズの加入が内定が決まっています。攻守において核となる選手だと思いますんで、まあ、ミッドフィルダー、鹿島アントラーズのミッドフィルダーで言えば、三沢選手だったり、レオシューバー選手ってところになってくると思います。まあ、そちら目指してね、頑張ってほしいのかなと思いました。3人目の選手として芝選手、翔平高校の芝選手です。こちら福島ユナイテッドへの加入が内定が決まっています。運動量が豊富なミッドフィルダーということで162センチとね、そこまで身長が高くないんですけど、まあそれをカバーぐらいの運動量だったり、球際の強さというところがあると思いますんで、ぜひね、頑張ってほしいのかなと思いました。ラストの4人目というところで翔平高校から小見選手というところがね、アルビレックス新潟への加入が内定が決まっています。
まあ、この小見選手もね、169センチとフォワードということはね、そこまで身長は高くないんですけど、小さなゴールハンターとして、点を取れる選手になっていますので、RB レックス新潟でのね、活躍に期待したいのかなと思います。続いてから広告高校ですね。こちらも非常にプロ輩出が多い高校になっています。一人目、ゴールキーパーの田川選手です。こちら横浜 F マリノスの加入が内定が決まっています。セービングっていうのが最大のこの田川選手の、持ち味特徴だと思いますんで、ぜひね頑張ってほしいのかなと思いました。二人目、広告高校、こちらもね横浜 F マリノスの加入が内定が決まっている平井選手です。センターバックの選手です。ビルドアップというところもね得意な高身長のセンターバックになっていますので、ぜひね頑張ってほしいと思います。続いてが、カバヤマ選手、広告高校の選手です。こちらはね、こちらとかもですね、昨日挙げさせていただいた、冬の移籍動向の方でも話しましたけど、一人での突破というところが魅力的なストライカーになっていますので、まあ、フォワードというところは特にね、横浜 F マリノス層が厚いですけど、頑張ってほしいのかなと思いました。続いても南選手、広告高校からです。こちらも横浜 F マリノスの加入が内定が決まっています。快速サイドプレイヤーということで、サイドバックだったり、サイドハーフというところね、広告高校でも務めた経験があるので、サイドプレイヤーとしてね、足が速い選手ですので、頑張ってほしいのかなと思いました。ラスト、広告高校から5人目ということで、杉浦選手、フォワードの選手です。こちら、津江源金沢への加入が内定が決まっています。まあ、杉浦選手もですね、世代別代表経験もあるストライカー、とてもね、経験値豊富なストライカーですので、頑張ってほしいのかなと思いました。続いてがね、青森山田高校、準優勝に終わってしまいましたけど、とてもね、感動したチームの一つでもありました。そのディフェンダー、左サイドバックを務めていた、タビナスポール選手です。グルージャ、盛岡への加入が内定が決まっています。まあ昨年までですね、ガンバ大阪に、在籍、まあ期限付き移籍をしていたタビナス・ジェファーソン選手の弟ということもあってね、とても注目を集めた選手の一人だと思います。高校生離れをしたね、身体能力の持つサイドバックとしてね、とても活躍、選手権でも活躍もしていましたし、ぜひね、プロの世界でも頑張ってほしいのかなと思いました。ラストのところでね、青森山田高校センターバック、まあ誰もが知ってる選手権をね、見た方なら知ってる方々だと思いますけど、センターバックの藤原選手です。こちら浦和レッズの加入が内定が決まっています。藤原選手はですね、センターバックに必要な能力が一級品ということでね、監督の黒田監督も言ってましたし、まあ高校生ナンバーワンセンターバックと言っても過言ではないぐらいの活躍をしましたので、ぜひね、浦和レッズの活躍ってところにもね、期待していければいいのかなと思いました。はい、ということでですね、今回は、視聴者さんからの要望などもあって、まあ、高校卒業する、まあ、ユースからのトップ昇格というところはちょっと省かせていただいて、まあ、高校生からプロ内定選手というところの、まあ、全選手を紹介させていただきました。今回のね、選手権第99回の、選手権ですか、非常に感動したところもありましたし、まあ、コロナなどの影響もあってね、家にいてね、選手権を見るっていう方も多かったと思います。まあ、今年行われる第100回大会は、まあ、コロナの影響もちょっと落ち着いてね、まあ、ぜひ観客を入れて、開催されることというところをね、期待して見ていきたいと思いました。まあ、選手権非常にね、思い入れのある大会ですので、今年もね、頑張ってほしいのかなと思いました。ということでですね、今日もご視聴ありがとうございました。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。高校生からプロに行くっていうのは非常に難しいことだと思いますけど、まあ、その他からね、巡り合わせというか、まあ、いろんなことがあって、今回に移籍、プロ内定というところが決まりましたんで、まあ、この選手たちにはね、ぜひね、活躍に期待したいと思いました。ということでですね、今日もご視聴ありがとうございました。ではまた、バイ。